はいどうも、ラッチステーションのラッチです。今日は遊びプロジェクトの、スピンガジェット、こちらの方をね、遊んでいきたいなと思います。遊びプロジェクトっていうのは一体何なのかっていうと、海外の孤児に、遊びを届けるっていう支援プロジェクトの、ことです。こんな風に、各社との、コラボ商品の売り上げの一部を、寄付に当てたり、孤児に直接行って、スキル取りのパフォーマンスをしたりっていう、そういう感じの、活動を、計画しているみたいです。で、この遊びプロジェクトの第1弾、スピンギアと遊びプロジェクトのコラボの、遊びプロジェクトスピンガジェットの、今回はね、クリアの方を購入しました。中身の方は、金属ベアリングと金属スペーサーが入ってて、ベアリング化されているタイプの、スピンガジェットになっています。使い心地の方は、ベアリング化されてるってこともあって、パワーもあってね、いつものスピンガジェットって感じで、使いやすいです、はい。で、今回この第1弾が、スピンガジェットだったわけなんですけど、第2弾が、キティストリングと遊びプロジェクトのコラボで、青いキティストリングが、ね、出るということなんで、そっちの方は、5月19日から販売開始されるということなんで、そっちの方もね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。遊びプロジェクトのページのリンクを、説明欄の方に貼っておくんで、そっちの方もぜひチェックしてみてください。ということで、今日は遊びプロジェクトと、遊びプロジェクトスピンガジェットについての、紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。はい、それじゃあラッチステーションのラッチでした。また明日。